喜んで買ってきたお菓子いろいろ食べたいと思います。昨日香港から帰ってきました。で、美味しそうなお菓子いろいろ買ってきたんで食べてみたいと思います。まずね、これ本当に自分でもよくわかんないんですけど、これです。もう読めもしないし。そしてこっち、この月餅っていうやつ有名ですよね。そしてなんかこれおまけでね、無料でつけてくれたやつ、飴かな、なんだろう、無料でつけてくれました。で、これをちょっと食べてみたいと思います。これがね、なんだろう、全然読めない。あ、なんかこんな小さい小分けのやつがいっぱい入ってます。6つ入ってるみたいです。英語でかすかに読めるのはココナッツって書かれてました。じゃあまずこれ食べます。あ、なんか甘い、いい香り。こんな感じですね。クレープみたいにこんな風になんかロールになってます。で、結構固めのクッキー生地ですかね。うん、これ結構美味しい。すいません、食べかけなんですけど、薄い生地がかなり何層にもなってて、本当にすごい軽い感じで美味しい。うーん、やばい、これなかなか美味しいですよ。想像してた以上に美味しい。私最初この月餅だけ買おうと思ってレジ行ったら、これも買えみたいな感じですごい押されて、なんか言われるがまま買っちゃったやつなんですよ。でもこれすごい美味しいです。買ってよかった。おすすめだったんですね、多分。パッケージこんな感じです。名前がちょっとね、はっきり読めないんですけど、よかったら買ってみてください。そして次にこの月餅。お、かなり1個がでっかい。こんなでっかいんや。もっとね、小さいの想像してました。ちなみにね、私は香港の空港で買ったんですけど、これね、月餅にもいろいろ種類があって、私が買ったのが、卵の黄身が真ん中に入ってるやつ。すごいですよね、こんな風に。卵の黄身が丸々1個入ってるんですよ。以前私が食べたやつよりもね、サイズがかなり大きめなんですけど、あ、しかもサイズが大きいから4つ入りだ。1個でこんだけの場所取ってる。もっとたくさん入ってると思ったのに。しかも硬いな。入った。なんかすごい立派な感じ。なんやこれ、ほんまにすごいな。うわ、分厚さもこれ。こんなに分厚い。でっかいです、すごい。いただきます。すごい。ごめんなさい、食べかけなんですけど、これあんこぎっしり。なんだろう、白あんかな。結構甘さ控えめのあんが。でね、外の皮はね、もうふにゃっとしたパイ生地ですね。しっとりしてます。っていうか、ほぼあんですね。出てきた。卵の黄身的なやつ出てきました。こんな感じで黄身入ってるんですね。なんか結構ね、塩分が強いですね。ちょっと塩辛い感じの黄身です。やっぱり美味しい。これ醤油漬けされた黄身ですね。こんな風にボコッと入ってます。なんとなく味の雰囲気的にはね、ちょっと違うかもしれないですけど、卵かけご飯のイメージです。まあご飯とか全然ないんですけど、黄身をね、まさに醤油漬けにしたって感じの醤油風味。美味しい、これ。なんだろう、若干ね、なんかちょっと半熟のね、雰囲気もあります。でね、このしっとりした甘いあんこにね、塩気のある黄身が加わってね、なんか甘さとしょっぱさでいい感じになってます。黄身美味しい。やばい、黄身もう一個入ってました。こっちにあった黄身先食べたんですけど、もう一個こっちから出てきました。一個に二個黄身入ってるんですね。月餅美味しかった。でもね、これちょっとサイズがでっかいかな。もうちょっと小さい方がいいかな。ちっちゃいのがいっぱい入ってる方がいいですね。これ大きすぎて4つしか入ってないし。でも、月餅美味しいです、やっぱり。もっと買えばよかった。じゃあ次にこのなんかおまけでくれた缶のやつ。あ、あれ？これ、こっちも月餅ですね。でもまあ、なんかサイズの小さい感じで。あ、1個しか入ってない。1個か。まあおまけなんでね、仕方ないですよね。月餅はもういいかな。なんかもうこれ同じやつ食べたし。じゃあ最後これ、なんだろう。結構ずっしりして重たい感じです。あ、箱の中に瓶が。あ、あ、あれ？これなんやろ？食べるラー油みたいな感じかな。ちょっとなんかラー油的なやつが入ってます。食べる方法がわかんないですね。なんやろ？で、まあとりあえずなんかこのラー油的なやつ、また今度ちょっとご飯と一緒に食べようかな。あ、でもこれ嬉しいですね。こういう系一個も買わなかったんで。以上、香港のお菓子です。また香港のお土産系いろいろ買ってるんで、少しずつ紹介していきたいと思います。で、今回食べたこの2つおすすめです。香港の空港で売ってました。まあ行った方よかったら買ってみてください。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。